はい、あのバリスをご覧いただきました。かかかですねはい、次はあのチェンブラシという最後の曲になります。チェンブラシという曲で、チェンブラシってあの極楽鳥という鳥がなんかインドネシアにいるらしいんですけど、私も見たことありません。あのそれをあのその鳥の様子を表した、踊りです。で、踊りはさっきあの花巻の踊りを踊ってた3人あの実は中学生なんですけど、小学生の頃から踊りやってて、そんな感じで、私たち、そう、ご挨拶をくれましたけど、悟り休みクラシックといいまして、流山の、南流山周辺で、ガムラの練習したり、踊りの練習をしてるグループです。で、大人も子供も一緒に、親子でやってるうちもありますし、やりたい家族が集まって、やってるような感じで、で、そう、で、この時々イベントなんかも出させてもらうんですけど、そういうところで見てらした方が、やりたいんですけどって言ってくれて、一緒にやったりもしています。なんで、今日見ていただいて、やってみたいな、踊りやってみたいな、演奏やってみたい、ガムランの演奏やってみたいなって思われた方がいましたら、ぜひお声掛けください。メンバー募集中です。はい。で、そういうことで、さっきの中学生が3人出てきて、また、極楽鳥の踊りを踊ってくれます。じゃあ、ご覧ください。
どうも最後までご覧いただきましてありがとうございました。じゃあまたどこかでお目にかかりましょう。